こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は靴の話をしたいと思います。靴といっても SPD シューズの話です。で、私がどちらかというと SPD SL というビンディングシューズじゃなくて SPD シューズを使っているってことは、前からこのチャンネルをご覧になっていただいている方の一部ではご存知かもしれませんが、その理由としてはどちらかというと走る時だけじゃなくて降りてからも快適に過ごしたいっていう、そういう思いがあるんですね。で、その結果どんな靴になっているかっていうと、こんな形の割と普通の感じの靴が選べるんですよ、 SPD シューズっていうのは。それで今回取り上げるのは、私が SPD シューズとして使っている2種類、こちらシマノの CT5 とクロームのクルスク AW プロという、どちらも SPD クリートが後ろについてるんですけども、この両者、一見似通った両者について各々の特性をご説明していきたいと思います。で、数ヶ月使った中でどっちがどうだっていう話が割と分かってきましたので、今回はどっちがいいとかっていうわけじゃなくて、どっちはこういう特性を持っている、こうならばこっちがいいみたいな、そんな話をしていきたいと思います。それでは始めましょう。はい、それでは今回は2部構成でいきたいと思います。1部は実写、2部はスライドでいきたいと思います。それで一部でこの実物をお見せしながら、こっちはこうだこっちはこうだっていうのをご説明していきたい。で、2部ではスライドを使いまして、比較表みたいなものをお見せしながら、この観点で言えばこっちの方がいいみたいな、そんな話をしていきたいと思います。それでは靴をアップにしながら実写の方を進めていきたいと思います。それでは2つのスニーカーっぽい SPD シューズの説明をしていきます。こちら左側がシマノの CT5、 こちら右側がクロームクルスク AW プロというものです。で、私が昔から使ってたのはこちらです。非常に気に入って使ってまして、履き心地もいいし SPD シューズとしても使えるし、あと歩き回るシューズとしても使えるというものです。で、こちらが数ヶ月前に買ったクロームのクルスクなんですけれども、どっちが皆さん、まあ一般的な靴としてかっこよく見えるでしょうかね。そのどっちがかっこいいかっていうのは主観的なもんなんで、皆さんのご判断もあると思うんですけど、私がこれを追加して買ったのはやっぱりこっちがかっこいいなと思ったからなんですよね。で、これは何よりこちらの CT5 はどちらかというとスポーツスニーカー的ないでたちなのに対して、こちらのクロームクルスクってなんか普通のカジュアルシューズそのものって感じがしたんですね。ですからこれ買いました。で、特徴を申し上げますと、このクロームクルスクはここのソールにパナレーサーって書いてあるんですけど、実はソールにパナレーサーの技術が入っていてコラボだっていうことらしいんですよね。ということで、まあソールのフィット感はいいですね。比べてみますと、まず雰囲気的に違うのが、やはりこちらの方がファッショナブルって感じがしますよね。で、こちらの方がスポーティーで、その辺を違えているのはおそらくこのソールの一部が、こちらは白いっていうことと、こちら黒一色で、あとこの辺の足首のくるぶしの部分を包み込む部分が、 CT5 はどちらかというとクッションも入ってすっぽり入るような形になっているのに対して、こちらはどちらかというと割と薄めの貧弱なタイプですから、どちらかというと一旦足を入れた時の収まり感、脱げにくさっていうのはこっちの方に軍配が上がります。逆にこのクルスクのは見た目すっきりっていう感じですね。それでこのソールに関してもちょっと違いがありまして、 CT5 の方はナイロンシャンクといって硬めの硬質ナイロンが裏に入っています。で、まあ当然ながら普通のスニーカーよりかは底がしっかりしてるんですけども、手で曲げるとこのぐらいやっぱりしなやかに曲がるんです。ところがクロームクルスクの場合はソールがそれなりにかなりしっかりしてるんですね。分厚いです。ですからほとんど曲がらないですね。ですから履いた時にソールが硬いな、歩いた時にもソールが硬いなっていう感じを受けます。で、逆にそれはこれでフラットペダルを漕ぐ場合にはそれはメリットになりますね。ソールが硬い分ダイレクトにフラットペダルに力が加わります。これはビンディングシューズなので、
ソールがそれなりに柔らかくても SPD のクリート越しに伝達するので、これはこれで OK ですということを考えると、フラットペダル用にはこっち、 SPD でビンディング付きで漕ぐ場合にはこっちっていう感じがしてます。でどちらもシューレース、つまり靴紐はですね、黒っぽいものになっていて、全体のデザインを壊さないになってるんですけど、自転車用のシューズだけに反射材が入ってます。シマノもこの辺にスパイラル状に反射材が入っていて、このクロームの方はですね、この辺の白い部分って全部反射材だと思うんですよね。で後ろ側にも反射材がこんな感じでついてます。で CT5 の方は反射材がここにあるんではなくて、この部分のパンチホールで打ち抜かれた奥は反射材になってるんですね。で最後に実車の最後のポイントだけ申し上げますと、クリートの位置なんですけど、クロームのクルスクの場合にはちょっとクリートを止める位置を注意しないといけないです。つまりこの抜いてある部分が CT5 に比べると狭いんですよね。ですから私今クリートを後ろの方のネジにつけてますけど、最初もうちょっとこのネジ部分をずらして後ろの方にやったらですね、この部分の隙間が狭すぎてビンディングに入らなかったっていうことがありました。でその点 CT5 はどの位置にクリートをつけてもちゃんとビンディングにはまります。ですからクロームの場合にはクリートをちょっと後ろめにつけた場合には、一番後ろにつけちゃうとここが邪魔して入んないことになりますんで気をつけましょう。これちょっと教訓です。以上、靴を実車という形で比較評価をいたしました。で次はちょっとスライドで表としてご説明したいと思います。それではシマノの CT5 とクロームクルスクという非常に狭い範囲の比較にはなりますけれども、この両者の比較をしていきたいと思います。で画像は Amazon から貼り付けました。でクリートの仕様はどちらも SPD です。それで重量ですけども、ここは案外違うところでして、シマノの CT5 は1足 682g、 これ実測です。それに対してクロームクルスクオールウェザープロはちょっと重めなんですね。1足 974g ありました。それでサイズ感ですけれども、普段の自分の靴のサイズと比べてみると、 CT5 の場合には通常の自分サイズでぴったりでした。ところがクロームクルスクの場合には少し大きめだったので、1回返品して 0.5cm ちっちゃいものを買い直しました。それで実売価格ですが、シマノの CT5 は Amazon で 11,049 円、クロームクルスクはちょっと高めで 13,722 円でした。まあ 2,000 円ちょっとしか変わらないので、そんなに大きな差ではないと思います。で次に特性ですけれども、この表を作るにあたっては、どっちが絶対的にいいかっていう、そういうことよりもこの面ではこっちがいいみたいな、そういうことを理解してもらうために作りました。まずファッション性ですけれども、これは主観ですけれども、クロームの方がかっこいいかなというふうに思いました。で次に重量ですけれども、シマノの CT5 の方が軽いです。で次に歩きやすさですが、これもシマノの CT5 の方がいいと思いました。ソールが柔らかくてフィット感が高いんですね。だから靴が脱げる感じがしないので、歩き回るのに非常に好都合だと思います。でホールド感ですけれども、これもそうなんですね。シマノの CT5 は足首周りが分厚い縫製になっているので脱げにくいんです。でそれに比べるとクロームクルスクはどちらかというと普通の靴なんで、かかとがちょっと浮き気味になるっていう感じがあります。でそんなことを踏まえた上で、ビンディングを使った場合っていうことを考えると、シマノの CT5 の方がいいなという気がします。逆にフラットペダルを利用するとき、これはソールが硬いクロームクルスクの方が漕ぎやすいというふうに感じました。ということで評価感想を述べていきますと、どちらが勝っているというものではなくて、目的によって使い分けることを推奨します。私両方とも持ってますけども、両方買って損したっていう気持ちは全くないです。使い分けてます。次に SPD を利用した走り主体、さらに自転車を降りてから長時間歩き回るっていうことが考えられるのならば、シマノの CT5 がいいと思います。
次にフラットペダルを利用するならクロムのがいいですね。またカジュアルファッションに合わせるならクロムの方がやはり合うと思います。ということで場合別に CT5 がいい場合、クロムがいい場合っていうのがあるということがお分かりになってくれたと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は私が持っている SPD シューズ、シマノの CT5 とクロームクルスク AW プロについて比較をしてみました。で、比較といってもまあどっちがいいよというようなものではなくて、こういう場合にはこっちみたいな、そういう趣旨でご説明したつもりです。このチャンネルではこういったようにいろんな自転車向けアクセサリーだとかグッズの評価レビューをしております。今回の動画がちょっとでも参考になった、役に立ったという場合にはぜひともグッド評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。